広61系統、練馬車庫前から江戸川橋行き用のものです。この都営バスは、三鶴駅前経由、江戸川橋行きでございます。毎度都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。このバスは、三鶴駅前、新山荘前経由、江戸川橋行きでございます。次は、武蔵大学前、武蔵大学前でございます。次は、江古田二股、江古田二股、江古田駅入り口、竹振り携帯電話のエーステルフォンシステム前でございます。次は、江古田線川、江古田線川でございます。練馬警察署からのお願いです。降りたバスのすぐ前や後ろの横断は非常に危険です。道路は正しく横断しましょう。次は、江古田線川でございます。次は、南長崎六丁目、南長崎六丁目、松田レンタカー、江古田店前でございます。次は、東長崎駅通り、東長崎駅通り、土曜日曜も診療の南長崎内科クリニック前でございます。この先、道路が狭く、運転には十分注意しておりますが、やむを得ず急停車することがありますので、特にお年寄りやお子様をお連れの方は、ご注意願います。このバスについてのお問い合わせは、練馬営業所、電話3993局、0432番にどうぞ。次は、東長崎駅通りでございます。次は、南長崎三丁目。南長崎三丁目でございます。都バス、都電、都営地下鉄に、一日に限り何回でも乗れる、一日乗車券の当日券を、車内で発売しております。どうぞご利用ください。次は、南長崎三丁目でございます。次は、南長崎二丁目。南長崎二丁目。加湿器の総合メーカー、ウエットマスター株式会社本社前でございます。お客様にお願いいたします。お年寄りや体の不自由な方に、座席をお譲りくださいますよう、ご協力をお願いいたします。次は、南長崎二丁目でございます。次は、目白五丁目。目白五丁目。肩こり腰痛治療の自然医療センター入り口でございます。お客様にお知らせいたします。東京都内の路線バス、都電、及び神奈川県、埼玉県内の路線バスに使用できる、バス共通カードを、車内でも販売しております。どうぞご利用ください。次は、聖母病院入り口。聖母病院入り口。コンビニエンスストア、竹の泉屋前でございます。次は、下落合4丁目。下落合4丁目。スポーツ外傷リハビリ、石川整形外科入り口でございます。お客様にお願いいたします。お降りの際は、バスが止まり扉が開くまで、ステップにお降りにならないようお願いいたします。次は、下落合4丁目でございます。次は、下落合3丁目。下落合3丁目。補聴器、コンタクトレンズ、メガネの末永前でございます。都バスの通勤定期券は、すべて持参認識となっております。購入者名をお記載してあっても、どなたでも、持参人1名に限り、ご乗車いただけます。どうぞご利用ください。次は、下落合3丁目でございます。毎度都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。次は、目白駅前、目白駅前、ボストン洋菓子店前でございます。
山手線ご利用の方はお乗り換えです。お降りの際はお忘れ物のございませんようにご注意願います。次は目白駅前でございます。この都営バスは江戸川橋駅でございます。次は目白駅川村学園前でございます。このバスは日本女子大前、金山荘前経由、江戸川橋行きでございます。次は目白警察署前、目白警察署前でございます。次は岸母神前、岸母神前、着物クラブ、岸親前でございます。都電、王子、早稲田方面においでの方は、こちらが便利です。次は、岸母神前でございます。次は、高田一丁目、高田一丁目、岡崎ジビ運行会員前でございます。次は、日本女子大前、日本女子大前、新日本料理の店、蔵入り口でございます。次は、目白台三丁目、目白台三丁目、座禅の慶林寺入り口でございます。東大文院、目白台図書館へおいでの方は、こちらが便利です。お客様にお願いいたします。降車の際は、バスが止まり、扉が開くまで、ステップにお降りにならないようお願いいたします。次は、目白台三丁目でございます。次は、金山荘前、金山荘前、関口三丁目でございます。毎度都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございました。次は、江戸川橋、エレクトロニクスの総合商社、加賀電子前、終点でございます。大塚警察署からのお願いです。降りたバスのすぐ前や後ろの横断は非常に危険です。道路は正しく横断しましょう。なお、地下鉄有楽町線ご利用の方は、山吹町までご乗車できます。次は、江戸川橋、終点でございます。次は、山吹町、山吹町、地蔵通り入り口、建築設計施工の株式会社渡辺富工務店入り口でございます。このテープは、白61系統、江戸川橋から練馬車庫行き用のものです。この都営バスは、目白駅経由、練馬車庫行きでございます。次は、金山荘前、金山荘前、関口三丁目でございます。大塚警察署からのお願いです。車の前や後ろから、急な飛び出しや無理な横断は、大変危険です。道路は正しく横断しましょう。飛ばす都電という地下鉄を別々の定期券でご利用のお客様は、連絡定期券の場合、割引になりますので、どうぞご利用ください。次は、金山荘前でございます。次は、目白台三丁目。目白台三丁目。座禅の慶林寺入り口でございます。東大文院、目白台図書館へおいでの方は、こちらが便利です。次は、目白台三丁目でございます。次は、日本女子大前。日本女子大前。新日本料理の店、蔵、入り口でございます。お客様にお願いいたします。降車の際は、バスが止まり扉が開くまで、ステップにお降りにならないようお願いいたします。次は、
日本女子大前でございます。次は高田一丁目、高田一丁目、岡崎ジビ運行会員前でございます。お客様にお知らせいたします。東京都内の路線バス、都電および神奈川県、埼玉県内の路線バスに使用できるバス共通カードを車内でも販売しております。どうぞご利用ください。次は高田一丁目でございます。次は岸母神前、岸母神前、着物クラブ、桔梗屋前でございます。都電、王子、早稲田方面おいでの方は、こちらが便利です。次は、岸母神前でございます。次は、目白警察署前、目白警察署前でございます。目白警察署からのお願いです。最近、歩行者や自転車の出会い頭の事故が増えています。交差点や道路を横断するときは、一旦止まって、左右の安全を確かめてから渡りましょう。次は、目白警察署前でございます。毎度都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。次は、目白駅前、目白駅前、ボストン洋菓子店前でございます。山手線ご利用の方は、お乗り換えです。飛ばせ都電都営地下鉄に、一日に限り何回でも乗れる、一日乗車券の当日券を、車内で発売しております。どうぞご利用ください。お客様にお願いいたします。停留所付近の駐車、駐輪は、バスへの乗降の支障となりますので、おやめください。次は、目白駅前でございます。この都営バスは、江原町二丁目経由、練馬車庫行きでございます。次は、下落合三丁目、下落合三丁目、補聴器、コンタクトレンズ、メガネの末永前でございます。お客様にお願いいたします。タバコの吸い殻などで、停留所付近の方にご迷惑をかけないよう、ご協力をお願いいたします。次は、下落合三丁目でございます。次は、下落合四丁目、下落合四丁目、スポーツ外傷、リハビリ、市川整形外科入り口でございます。飛ばすフリーカードは、23区内の都営バスに自由に乗れるお得な定期券です。どうぞご利用ください。次は、下落合4丁目でございます。次は、聖母病院入り口。聖母病院入り口。コンビニエンスストア、先の泉屋前でございます。次は、目白五丁目。目白五丁目。肩こり腰痛治療の自然医療センター入り口でございます。次は、南長崎二丁目。南長崎二丁目。加湿器の総合メーカー、ウエットマスター株式会社本社前でございます。観光バスのご用は、都営観光をご利用ください。お問い合わせは、電話3216-2068番、都営観光サービスへどうぞ。次は、南長崎二丁目でございます。次は、西落合三丁目、西落合三丁目、落合ゴルフガーデン入り口でございます。このバスは交差点を右折してから停車いたします。お客様にお願いいたします。料金はあらかじめお待ちの際にご用意を願います。次は西落合三丁目でございます。次は南長崎五丁目、南長崎五丁目、内科、外科、
人工透析白隊員前でございます。次は伊原町中野通り。伊原町中野通りでございます。次は伊原町一丁目。伊原町一丁目。エゴタ不動前。高品質な英国車、ローバージャパン中野支店前でございます。次は、伊原町二丁目。伊原町二丁目でございます。このバスは、交差点を右折してから停車いたします。次は、伊原町二丁目でございます。このバスは、練馬車庫行きでございます。次は、エゴタ二股、エゴタ二股、エコ台地入口、ポケベル新大電話のエーステレフォンシステム前でございます。次は、武蔵大学前。武蔵大学前でございます。毎度都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございました。次は、練馬車庫前、練馬車庫前、終点でございます。